Audio Jungle. Audio Jungle.韓半島平和ウォッチ、今はもう外交の時間だ。第22大総選挙の結果が出てから9日が経過した。これからは国民全員が一つになって、大韓民国の未来について真摯に精察する時間だ。政界は3年後の大統領選挙に焦点を合わせるだろう。与党は政権再創出のために、野党は政権交代のために全力投球するのが明らかだ。また、各政党の中でも大統領候補に向けた競争が予想される。とはいえ、今のこの時点で看過してはならないことがある。総選挙期間に失踪した外交に対する関心だ。国会議員選挙は基本的に地域のイシューが中心となり、外交・安全保障分野は浮き彫りになりにくい。反面、大統領選挙は経済と外交、安保、社会、文化など国政全般に対する能力が評価の対象となる。特に急変する国際情勢の中で、韓国の外交・安保の比率は過去に比べてはるかに重要な懸案となった。北朝鮮の核とミサイルは急速に進化し、現実の脅威として近づいた。また、米国と中国は技術、軍事、経済、技術、理念など多方面で対立の幅を広げている。ウクライナとガザ地区での戦争は終わる兆しが見えない。イスラエルとイランの全面戦争危機の前で、為替レートや国際原油価格も大きく動いている。対外的状況が我々の生活に直接的に作用していて、一寸先も見えないほど厳しく危うい状況だ。外交・安保をめぐる国内の状況も複雑だ。保守と進歩の間に存在する、親米・親日、地下とも親中、同盟、自主の対立が代表的な例だ。与野党が健全な政策的議論を通じて相互補完しても足りない厳しい国際社会の現実に直面しているが、陣営論理を前に出して相手を攻撃する姿は相変わらずだ。外交と国内政治状況が常に作用してきたという点で、国内政治の対立と葛藤は国益のための創意的で柔軟な外交政策の障害要因になっている。こうした側面で次の大統領選挙までの今後3年間、外交・安保政策の方向をどう設定するかは、今回の総選挙で敗れた与党だけでなく、巨大野党の課題といえる。韓中関係の維持が切実。今回の選挙で与党が惨敗したが、少数与党という制約の中でも、外交は相対的に活動幅が大きいといえる。イン・スズエツ、ユン・ソクヨル、政権が業績を築ける分野でもある。現政権が取り組んできた協力的な韓日関係の回復、韓米同盟の強化及び活発な韓米備協力体制の構築などは外交的な成果だ。特に過去の問題など不安要因が潜在しているが、未来志向的な韓日関係確立という現政権の基調は任期最後まで揺らぐことなく堅持することを望む。韓日関係の改善が韓米備協力の触媒の役割をしたという点でだ。同時に現政権の外交を半分の成功に終わらせないためには、中国との関係改善にも積極的に取り組む必要がある。我々の外交の礎石である韓米同盟を優先するのは明白だ。しかし、米国との関係のために韓中関係が毀損されても構わないというゼロサム的な接近は良くない。むしろ強固な韓米同盟と安定的な韓中関係が結合してこそ、韓半島、朝鮮半島の平和と安定の土壌はより一層固まる。今後どのような国際秩序が展開しても、経済大国であり北朝鮮の最大貢献国である中国が韓国の経済・安保環境に重大な影響を行使する存在という点は否定できない事実だ。今年11月の米大統領選挙の結果次第で北東アジア情勢は動くかもしれない。米国の東アジアに対する現在の政策がいつまで持続するかもわからない。今から不安を感じる必要はないが、我々が中国との関係改善を軽視して韓米同盟ばかりに目を向けるのは安易で危険だ。少数与党の政局の中で中国を重視する野党の立場を受け入れて安定した韓中関係を構築する努力をすれば、矜持という成果も出せるだろう。もちろんこの過程で思慮深く堂々とした姿勢を失ってはいけない。外交成果、野党にも責任、外交、安保に与野党があってはいけない。いくら支持者結集のためとはいえ、外交・安保での陣営論理は自らの足を引っ張る。
同盟カジシカという両極端的な陣営論理で支持層を結集しようとする方式は巨大野党の品格にも合わない。野党は政府与党の外交政策を批判ばかりするのではなく、むしろ不足する部分を埋めようとする準備ができていなければいけない。そして独自の外交安保政策を樹立することが求められる。健全な代案を提示するのが野党の本来の役割でもある。野党は現実外交に直接接する機会が少なく、目まぐるしく動く外交イシューに対する理解と知識を蓄積するのが容易でない。なら経験豊富な党内の外交安保専門家を活用して現実に合った外交戦略地図を描くのが良い。野党が外交戦略地図を描くときに守るべきいくつかの助言をしよう。野党の根深い反米及び反韓米同盟情緒の問題だ。北朝鮮の軍事的脅威が過度に高まっている状況で、韓米同盟の強化は韓半島、朝鮮半島の安定と繁栄の必須要素だ。韓米同盟が強固であってこそ健全な韓中関係の基礎となる。親日派問題に執着して感情的に日本を否定批判する観光からは抜け出さなければいけない。それができない場合、野党はたとえ執権しても任期中には終始韓日関係の壁、葛藤の時間にぶつかるのが明らかだ。外交的に韓米、韓中、韓日関係が互いに衝突せず均衡を保ちながら、堅固な韓米同盟、安定的な韓中関係、協力的な韓日パートナーシップを同時に追求するのは不可能なことでない。これが韓国外交のシナジーを発揮して国益を最大化するのだ。党派的な争いと誤った判断で我々が経験した苦難の歴史を繰り返してはいけない。政界の厳格な使命でもある。国際環境は韓国の選挙機関だからといって容赦しない。また外交安保は過去のいつよりも国民の生活に影響を与えるという事実を有権者も認識している。国際社会で韓国の地位が高まり、複雑な環境に露出するほど、国民の目はさらに鋭くなるだろう。G7 プラス外交、展開の韓国、6月のサミットに招かれず、韓国は6月にイタリアで開催される先進7カ国首脳会議、G7 サミットに招かれないようだ。複数の外交筋が19日、伝えた。韓国政府は今年の G7 議長国のイタリアと協議を進めてきたが、イタリアはサミットの議題との関連性から招待する国を決めたとされる。グローバル中枢国家を掲げる韓国政府は、国際的プレゼンスにふさわしい G7 パートナー定着を目指し、積極的に G7 プラス外交を展開してきた。だが、現在開催中の G7 外相会合に続き、6月の G7 サミット出席も逃がした。G7 サミットは6月13から15日にイタリア南部プーリア州で開かれる。イタリアは同会議でウクライナ情勢や中東情勢、アフリカの開発支援、移民問題などを議論すると公言してきた。海外メディアによると、アルゼンチンやエジプト、チュニジア、インド、ブラジルなどが招かれる見通しだ。ある外交筋は、議長国は重視する議題を討議できる国を招く。招待されるかどうかを、G7 との協力関係や韓国の存在感などに結びつけて考えるには無理があると指摘した。別の外交筋は、3月に開催された G7 産業技術デジタル相会合、今月の G7 財務相会合に韓国が招かれたことを取り上げ、 G7 と幅広く協力していると述べた。また G7 と可能な範囲内でパートナーシップを引き続き強化することが基本原則と強調した。韓国はこれまで3度 G7 サミットに招待された。米国と英国が議長国だった2020年と21年のほか、日本が議長国を務めた昨年は広島での同サミットにインスズエツ、ユンソクヨル大統領が出席した。22年にドイツで開催された G7 サミットには招待されなかった。韓国で反日大復活という悪夢のシナリオがまさかの現実味を帯びてきた。やばすぎる理由。再燃する反日扇動。韓国で4月10日国会議員総選挙が行われた。当初尹政権率いる与党優勢だとも言われていたが、いざ蓋を開ければこれまで通りの過半数を野党は獲得した。私も野党の勝利は予想していたが、さすがにここまで引き離されるとは思わなかった。今回選挙前に野党共に民主党を離党したリ・ラクエン、イ・ナギョン氏は共に民主党について全過率 41% の党と言い放ち、
候補者に多くの前科者がいることが分かり、世間を賑わせた野党だったが、選挙結果を見るとその現実はあまり関係がなかったみたいだ。実際、共に民主党が国民の力、政権与党の議席を大きく上回り、これから4年間のねじれ国会の始まりになる形だ。今回の選挙を迎えるにあたって、もしかしたらと国民の意識の変化に期待はしていたが、予想以上の結果になって憤りを感じている。現在、訪日旅行が爆発的に流行っている韓国は今後どうなっていくのだろうか。野党勢力はこの勝利を起点にして、これまで野党がしでかしたことを正当化しつつ、尹政権を徹底的に叩くことが予想される。そして大統領を叩きながらの反日扇動も再び盛り上がっていくに違いない。昨今の韓国を見ていると、さすがに韓国国民も扇動されて反日することはもうないだろうと思えていたが、この選挙結果を見るとかなり怪しくなってきた。とんでもない時代になったと。私が深夜に開票速報を見ていると、韓国で半導体を作る会社社長からメッセージが入った。とんでもない時代になった、というのだ。さらに、ここまで国民が認めるとは思ってもなかったと話すのだ。韓国にはもちろんこの様な常識人がいるが、選挙結果はそうした人が少数派であることを示しており、頭を抱えてしまう。これは文在寅政権が誕生した時と同様の悪夢の始まりだ。文在寅政権が誕生する頃、全く同じことを私は周りに言い聞かせていた。そして今の野党も文在寅政権の人気の中で大きくなったわけが、そんな文在寅政権の嘘を知り、国民も懲りたと思えたが、全く学んでもないし、懲りてもいなかったわけだ。そう思うと、今回の選挙は文在寅誕生時より大きな失望感を感じざるを得ない。今回の選挙結果を見ると、今後の日韓関係にも大きく影響が出てくることは簡単に想像ができる。最初に心配になるのは元徴用工問題だ。国内に財団を立ち上げて、企業から寄付を募り、第三者弁済という形で被害者、家族、遺族に保障をするという構想を尹政権は打ち上げているが、これがちゃぶ台返しされないか懸念される。自分たちの利益のためならば、国家間の約束ごとを何とも思わない左派思想家ならば、国内の元徴用工問題の取り決めについても、自分たちの価値観の中で不当性を訴えながら、国民の意識を少しずつ反日に向かうように仕掛けてくることは十分にあり得る。そして一斉にメディアがこれを持ち上げ、国の総意のように作り上げる。過去にも繰り返された現象が再び起こるのもお決まりの路線だ。文在寅政権下で、野党も国民の反動について十分学んだはずが、すべて反日を抑え込むのではなく、日本文化を楽しむ分は放置しながら、しっかりこれまで培ってきた恨みの部分の反日歴史観に訴えていくように思われる。そして左派はこれまで同様の活動の中、政権の失敗を待ち、一気に畳み込む算段であろう。そして国民が踊らされていくとすれば、それは悪夢の始まりでしかない。では、それは